店先に設置されている、委託公衆電話赤電話日本電信電話、六百 678PN 電話機、市5 1 0 3号一般1983年7月製造左の窓には、停電時、ただいま効果は使えませんの表示が出る。委託公衆電話は、電気通信事業者が、駅、公共施設、テーマパーク、ショッピングセンター、商店などの構内に設置し、 施設の運営者に管理を委託している日本の公衆電話である電話機本体の色が赤いことから赤電話と呼ばれたこともあった。再産性を求める第二種公衆電話に多くが分類されているため新設が行われることはほとんどない。活用金額4000円以下の基準で撤去や特殊簡易公衆電話への取り替えが 委託先の合意を得て進められていると言われているが、総務省による設置台数の義務との兼ね合いや赤電話時代から設置していた個人商店の減少などもあり、一時期の撤去ありきの姿勢からは柔軟になっている。撤去した場合の現状復帰コストが大きい場合もあり、利用が少なくても設置を継続することもある。施設の設置者が申請すると NTT が設置の判断を行い、 委託先と契約を行う。設置後は、料金回収、日常清掃、故障時の応急対応などを施設の管理者が行う。委託手数料は毎月回収する通話料から総裁される。また、公衆電話通話料金の請求書は他の電気通信サービスの請求書と一括して送付される。 以前委託公衆電話として使用されていた赤電話、青電話の一部は貯金箱として販売されていたことがあった。ありがとうございます。